政府は先週、新たた。な安保3文書を閣議決定しましま外交・防衛の基本方針国家安全保障戦略には反撃能力の保有を明記しましてこれまで敵基地への攻撃手段を保持しないと説明してきた政府の方針を大きく転換することになりました。 金原さんにお伺いしたいんですがまずはこの安保の3文書評価をお聞かかせいただけますかああの外交とです、ね、軍事は車の両輪なので外交戦略から入っていて防衛戦略と下りていってです、ね、それでは、まあ、防衛計画に下りていくんですけどもこれ10年前から始めたんですが明治以降、多分初めてなんですよね。 あの日本国日本の国があの国側の外交と軍事のバランスのいい戦略を立って,ていくってのはこ初めてなんです。あ、そうなんですか。で、この今回のものすごく,よくできているので、はい、私は堂々と胸を張って学人に説明したい文章ですね。あ、なるほど。うん、鶴岡さん、どのように評価なさっていらっしゃいますか。はい、これ、あの、まさに今金原さんおっしゃったようにですね。 このアンポス国家安保戦略の方も、この我々ついついこの反撃能力の話とかばっかりしてしまいますけれども、この外交を支えるのが防衛力なんだという位置づけを明確にしているんですね。ですから、防衛力の強化はもちろんなんですが、まずはしっかり外交が強化されると、そしてその外交の強化を防衛力が支えているということを、この国家安保戦略ではまず明示してですね、その下に。 この防衛力の強化というものをきれいに位置づけたということです。というふうに評価なされてますが大野さん、えーまあ、ある意味当事者の一部なわけですけれども <laughs> どういうふうに自己評価なさってらっしゃいわれわれはもうお私自身で言えばもう 100%100 100点満点,点、えー、というふうに認識をしておりますし一方で海外からの,その評価というのも、うん、まあ今回、えー 日本の,その戦略的文書の中であのもちろんアメリカ同志国同,同盟国でありますので、はい、まあ評価をいただくことはありますけれどもあの今回ほど高い評価をいただいているものなんじゃないかなということは思いますしあ、はい、あのアメリカの政府だけじゃなくて例えばアメリカにも議会にもあの日本議員連盟というのがありましてね、はい、でそこであの今回の,その戦略文書は素晴らしいというふうな評価をいただいていると。 いうことであります、まあ、いずれにせよあの今の安全保障環境というものを、えー、に対峙していくにはもちろんその防衛力だけじゃなくて先ほどあのこの国間保戦略の作り主である、はいえー、金原さんもおっしゃいましたけどあのこの外交というものそれから最近ではその安全保障の裾野が広がってますので、はいえー、経済安全保障サイバー、はい、宇宙、まあ、そういったものを包括的に、えー、書いていただいたというのは大変高く評価しています。経済力も その、まあ、国力の一部だってことも明記されてましたね。そうですね。あの、はい、あの、実は、初版の、国間保戦略にも。国益という、あの、はい、定義がされてまして。で、それはやっぱり、そこにも、あの、経済力というのがある種、うん、あの、明記を、まあ、明記というかそ、その、あの、えー。説明されてるんですね。はいえー、だけど、その、もっとより濃く、あの、意識して、あの、まあ、明記していただいているという、こういう認識だと思います。まあ、今回出した。 まあ合意ですね3、えー、文書の合意の,この概念的にです、ね、攻撃対象と軍事目標というような言い方されてますけどこれって何が含まれるんですか これあの軍事施設というのはその、まあ、当然、国際法上もそのいきなり民間のところに撃つということは、まあ、許されるものではありませんし、はい、まあそういう意図を持っているわけでも全くないということなんですけれども、はい、えっと一番重要なのがこれ国家安保戦略の中でも描か,かれていますけれども、はい、インテリジェンス能力。 うん、しっかりとあの把握をしていきましょう情報収集能力ですね。でこれあの、えーと、この反撃能力の議論を、まあ、ずいぶん前からさせていただいてますけども、はい、やっぱり課題というのは、ここのターゲティングなんですね、<ー>えなので、ここはあの課題というふうには認識しておりますので、あのこれからあのいざ能力を持つということにあの、はい、決めましたので、えー、しっかりとインテリジェンス能力の構築も含めて、実際にその守る。 体制をシールと、うん、あの作るということはあのやっていきたいと。岸田政権は新しい資本主義ということなんですが、まあ、えー、いろいろニーサんの拡大とかですね、いろんなもの出てきましたが、大野さんこの新しい資本主義の柱どのように定義されますか。はい。あの私自身これすごくあのいいコンセプトだと思っているんです。はい、であの新しい資本主義って結局新しい投資をあの投資を増やしましょうっていう話なんですよね。うん。うん でもそれ前から言ってたじゃないですかってよく言われるんですけど何が違うかっていうとその今まではその何かものを作るとかサービスをなんかに投資するとかいうことなんですが社会課題自体ここをマネタイズキャピタライズをしてそこを市場と見立ててあの投資を行う。これまさに 例えばカーボンなんて典型ですけれども、はいえと、世界では ESG 資金っていうのが、そういう社会課題解決に向かってますけども、はい、これ7000兆円と言われますけどね、あの国内もそういった市場を育てて、しっかりと新しい領域のマーケットを作っていく、それで大きなドライブをかけていくえー、こういうふうに認識してます、うん、一応、そのパーツは揃った、そういう捉え方でよろしいですか揃ってますけど、ドライブはかけていかないといけないと思います。はい 金リさん、この新しい資本主義、どういうふうにご覧になってます。いやあのおっしゃる通りで、やっぱりちょっと元気にならないと。もともとアメリカの三分の二ぐらい大きさがあってですね、うん、今の中国みたいに抜くんじゃないかと言われて。うん、それが急変一時で、今三分の一なんですよね。うん、アメリカ伸びて、うちのヒューと縮んじゃったので、うん、ちょ、ちょっとあの。はい 民間元気にならなかったら国力ってどんどんなくなっていきますから、はい、あの防衛、外交の,そのさらに基盤は経済なのでぜひぜひ頑張っていいいたただきたいと思います、はい、鶴岡さんにもお伺いしたいんですけども岸田政権のこの新しい資本主義いろいろ柱ありますがこれはまあかなり効果を期待できるというふうにご覧になってますか やはりもうこれは国力の基礎が経済力であってしかも日本はですね国際関係においてどこがその一番強いところかというと経済なんですね。ですからそこをしっかりとした上でしか外交も安全保障も考えられないとこの現実は今後も変わらないということだと思います。